これユータですか。ユータ。まあとにかく失敗が多い。玉木か。アタックした後にテールが流れる。ドーン、ドーン、ドーン。スピード制御して滑る。ターンの後半。でアタックした後にテールが全部流れるから、アタックした後にではもう切り替えに入んなきゃ。その後もう一回押すような形になるから、あいつは必ず加担すんね。もう今日3回目。あの昔の竹の時代だったらわかるけど、この今のカービングスキーではありえないから、なんだか持っていかれるような加担じゃ、またぐんじゃなくて。またあそこで危なっかしいところで、ナンバーをしてきた。まだ滑ってるわ。ダメだ、またダメになってるよ。オンコースの切れてねえってことだ。ダメだ。